今日はマーチーたちは未来に来ています。未来の景色はネオンがとても綺麗です。乗り物は浮いていてジェットパックで移動することができます。マーチーたちは早速ホテルへ向かいました。ホテル着いたぞ。イエーイ。部屋は贅沢に一人一部屋ずつ、それぞれ好きな場所の部屋を取りました。部屋を取ったら早速亀の部屋に遊びに行くマーチー。一体どんな部屋なのでしょうか。わーすごいな。部屋の中もとても未来的です。望遠鏡にのんびりできるソファーも完備。ネイジーがすでにくつろいでいます。未来のホテルは素晴らしいな。素晴らしい素晴らしい。棒読みがすごいです。部屋に荷物を置いたら早速観光に行くことにしたマーチーたち。ネイジーが少しふざけているようです。マーチーさん、未来の世界の感想を一言お願いします。マーチーはガン無視して駅の方へ向かいました。駅のホームでまだネイジーがふざけています。カメさん、感想を一言お願いします。やっぱり未来の街は現代の街と違いますね。電車が来るまでマーチーたちは好きなことをして過ごしました。電車はいいな。カメは最近撮り鉄です。電車が来てカメは大喜び。電車が来たぞ。カメが大興奮です。さすが未来の電車は乗り心地が抜群です。すぐに駅に着いたのでマーチーたちは試しに降りてみることにしました。着いたぞ。目の前にはなんと演奏できる大きなステージが。マーチーたちは早速演奏してみることにしました。ネイジーはドラム、カメはキーボード。キーボードは難しいな。ただ観客が一っ子一人いなかったのですぐにやめました。その後不思議な乗り物に乗って移動するマーチーたち。建物の中に入ってみると中には未来の銀行が。マーチーは試しにお金を下ろしてみることにしました。お役に立てて光栄です。変わった声のロボットだな。人間みたいな顔のロボットだな。ここの従業員は実はみんな人間です。奥の部屋のビップルームにはなぜかカメがいました。マーチーは何円引き落としたいですか。1000円。マーチーはどうせならもう少しまとめて引き落としたいと思いました。一回りしてホテルに戻ろうとしたその時。しまった、乗り遅れた。ネイジーはなんと電車に乗り損ねてしまいました。あ、よかった、間に合ってたみたい。ネイジーは器用に電車の外に乗っています。駅のホームが反対側だなんて。あ、入れた、よかった。奇跡的に乗り込むことができたネイジー。なんだかのんきです。後でこれをストップモーションにしよう。カメは再び電車を取りまくっています。本当にカメは電車が好きだな。そうだな。ストップモーションはこれくらいでいいかな。その後マーチーたちも電車に乗り損ねたり、カメが電車に乗り損ねたりしながらホテルに戻りました。乗り遅れたから反対側から降りよう。ホテルではカメが夕飯を作ってくれました。ポテトサラダができたぞ。レイジーこれ食べな。いただきます。カメがどんどん夕飯を作ってくれます。いい息子だねネイジー。そうだねマーチ。しかしカメは料理に飽きたのかそのままどこかに行ってしまいました。代わりにネイジーがご飯を作っています。お待たせしました、ゆでエビです。いただきます。はぁうめー。マーチーは大喜び。お腹がいっぱいになったらみんなでかくれんぼをすることにしたマーチーたち。もういいかいと言いながらすでにマーチーは探し始めています。あ、カメ見っけ。うわー、マーチーに見つかっちゃった。ネイジー見っけ。この体勢つらかったんだよな。自業自得です。その後たくさんかくれんぼをして遊びました。私は花瓶、私は花瓶。こうしてマーチーたちはとても楽しい未来旅行を過ごしたとさ。